2002年ドイツ連邦議会選挙は、ドイツ連邦共和国の下院にあたる、連邦議会の議員を選出するために2002年9月に行われたドイツにおける選挙である。この選挙では、1998年の選挙で、発足した、社会民主党、同盟90、緑の党の連立によるメアハルトシュレーダー政権の継続化、キリスト教民主同盟、 キリスト教社会同盟の政権復帰化が大きな争点となった。赤力連合とセディ、シエスによる大接戦となったが、最終的に赤力連合が僅差で政権を維持することに成功した。スピードとセディ、シエスの得票率が共に38.5%で並ぶほどの大接戦となったが、スピードが超過議席でセディ、シエスを4議席上回り、第一党を維持した。 また、連立与党である B90、G も、得票率を前回より2ポイント近く伸ばして、議席を増やすことに成功し、両党で合わせて、野党全体に対して旧議席余りの差をつけて、政権を維持することに成功した。スピードが、旧東ドイツ地域で支持を伸ばしたため、PDS は1998年選挙と比べて60万近い票を減らし、 比例議席配分を受けるのに最低限必要な5%のラインを突破できず、選挙区でも2議席に止まったため、連邦議会会派の資格を失うこととなった。スピードの勝因としてはアメリカによるイラク戦争に対する不参加の意思を表明したこと、選挙運動期間中の8月に発生した、ザクセン地方エルベガー流域の大洪水の被災地に対する迅速な救済措置が挙げられる。 選挙で勝利を収めたシュレーダー連邦首相は選挙後の10月22日に赤力連合による第二次政権を発足させた。ありがとうございます。